ハロー、ジム6回目7回目かな、行ってきました。いつもジムの帰りが私一番元気と思いませんか？私も自分でそう思うんですけど、楽しんだ後やっぱりなんかきついのをやればやるほど笑ってる。なんか楽しい。きつい種目やってる時の方がきついくてなんか顔もわーってなってるけど内側は楽しい。だから新しいの習うのとかこうやっぱ上目指して頑張るのが基本的に好きなんだはずなと思いました。これはやっぱなんか生まれ育った環境とかなんかこれまでの癖みたいな感じでなんか小さい頃から習い事してるとかなんかそういうのが結構影響してるかなと思うんですけど、でも今のあなたでも本当に自分が心からやりたいと思って心から目指してる目標があるんだったら何も遅いことはない。明日始めるよりは今日始める。だから何もやらないよりは今日ちょっとでもいいからやる。こうやってどんどんの積み重ねが自信になったり時間が経てば結果につながる。だからその日その日見たら本当にちっちゃいと思うけど長い目で見る。今日はその長い目で見たのの一粒のコマって考えたらそんなにストレス感じず焦りも感じずできると思います。今日も楽しかった。あとこれはもう先々週ぐらいの話なんですけど、お友達のところで美容鍼に行くんですけど、その鍼灸師さんのお友達がお肌の調子も髪の調子もいいねって言ってくれました。2ヶ月ぶりぐらいに会ったんですけど、だからこの運動で代謝が良くなってるっていうのと、あとタンパク質をやっぱり必要分ちゃんと取ってるからっていうのが影響してると思います。よく筋トレはタンパク質取るからお肌とか髪とか爪とかにいいって聞くと思うんですけど、自分ではやっぱり毎日だから分からんけど久しぶりに見たこの専門の人から見たらやっぱり違いが分かったみたいで嬉しかったです。ちょこちょこ一応ニキビとかはたまにあるけど、やっぱ生理の時とかはあるけど前よりは全然できなくなってると思います。筋トレにはそういうプラスでもっとエキストラプラスでいいこともあります。今日も楽しかった。終わり。今週の数字が悪かったのでまた写真を先生に送ってご飯の写真チェックしてもらいます。最初のクリップで話してると思うんですけど、私の1週間を考えた時にジム帰りの時が一番エネルギーがあって声が楽しそう、顔が楽しそう。だからこの時の気分をジムの時だけじゃなくて他の日にも持ってこれないかなっていろいろと選択肢を出してみました。ジムになんか特定の匂いがあるんですけど、お香か香水かわかんないけどなんかジムの匂いがあってその匂いを探して家でも炊くとか。でもそれはちょっと匂いがきつすぎて私が家ではやりたくないのでそれは×になって、前はお家でエクササイズする時動画撮ってたから綺麗にちゃんと着替えてやってたけど、最近は動画撮らなくなってるからそのまま起きたてのパジャマでやってたんですけど、ジムにいる時みたいにちゃんとジムウェアに着替えてからやる、これはできそうだなって思って、一応めんどくさいけど気分の切り替えするには大事だと思うのでこれはできそうで、家で一人でやる時も本気で限界でもうできない、もう動きたくないっていうのまで筋トレをする、頑張る。だから多分なんか食べてる量は同じだけど動いてる量がなんかこれまでのに慣れてきて多分体があんまり反応を起こさなくなってるのかなとっていうのも思ったので、もっと負荷をかけて家でももうちょっと厳しいトレーニングがやれるようにメニュー変えていこうかなと思います。このようになんか自分が自信がある時とかいい気分の時とかそういうのが日常を通して特定の時、どっかにいる時、誰かといる時とかそういう時があるんだったら、その時だけじゃなくって、その時以外にもその気分を持ってこれるように、イメージトレーニングみたいな感じで、その感情でその時の体の感覚を自分に十分に体中で味わって、その時のステートに自分を持っていくっていうやり方もあるんですけど、感情だけとかイメージだけとかではなかなか難しいっていう人は、こんなみたいに物質的物理的に何かできることはないかな、選択肢をまず思い浮かぶ限りあげる。でその中から自分に無理のない範囲でできそうなことをやっていくっていう方法があります。これは今私が考えられるだけをあげたので、もっと考えたらあるかもしれないけど、まずこの2つはやってみようと思います。この本気で限界までやれば昨日は成功したので、今日の朝はまだちょっと緩かったから、今日の夜もちょっときつくやってみようと思います。もう動けない、もう限界っていうまでやって、この達成感、充実感、自分頑張ったっていう感覚まで持っていけるように、お家でも頑張りたいと思います。 Hello!今日は私がホームウォークアウト、お家でエクササイズする時に使ってるダンベルとかの器具、道具を紹介します。いろいろあるんですけど、今日はこの左のダンベルと、この間買ったこのマットのレビューとか、これ使って何ができるかとかの紹介をしたいと思います。ちょっと反射して見にくいんですけど、ボディテックかなの、わかんない、ニューオフレックスベル20、もともとは彼が買ったものなんですけど、現在私しか使っておりませんこれのいいところは2キロから20キロまであるんですけど、重ねてこうやって1箇所にまとめられるから、片付ける時、使ってない時、場所を取らなくていいっていうのがいいところです。でこの何キロって変えるのは、この取っ手をこうやって4キロ8キロ12キロって倍に重くなっていくんですけど、1個のエクササイズの中で2キロ使いたい時と4キロ使いたい時、両方ある時に、エクササイズの途中にこっちに戻しに来て、こうやって変えないといけないっていうのがめんどくさい。あとはこの結構幅が普通のダンベルより大きいから、エクササイズによってはちょっと邪魔な時がある、なんか体にぶつかってあんまりやりにくい時とかもあります。私の感じる長所と短所はこんな感じです。で今はだいたい4キロを使うことが多いです。私がダンベルを使う時のエクササイズを何個か紹介したいと思います。なのでこれはエクササイズの器具101なので、初心者向けなので、もう全然使いこなしてる人、使い慣れてる人には全然役に立たない動画と思うんですけど、ジムに行かなくてもお家でもこんなに有効的で効き目のあるエクササイズできますよっていうのを、今日何個か紹介したいと思います。さっき言ったみたいに、こっちがちょっと大きいから、多分普通のダンベルでやる時よりもっと足を高く上げないといけないから、お腹には効いてるからいいのかな。たまにぶつかって痛い時とかがあります。ここに効かせる時はこれだけでもいいんですけど、もっと負荷かけたいときに分でできるんだったらもっと重たいのでも危険じゃなければできるかもしれないです。お家でできるダンベルワークアウトはこんな感じです。次、この間ちょっと話したんですけど、東急ハンズでたまたまセールだったので、ちょうど買い替え時期の時だったから超ラッキーだったんですけど、ラビーかな。このヨガマットだったら使ってたらどんどんこのつぶつぶが剥がれて毎日掃除機が大変だったので、違うこのエクササイズマットが欲しくって探してたらちょうどあったんですけど、とってもクッション性があるので、このシラプやる時とかこの仙骨、腰骨とかが結構痛くって、今までもずっとなんかタオルとか敷いてたけど、それがもう全然いらなくなるぐらいとってもクッシーです。そのクッシーな分、ヨガの時だったらできないポーズとかがあります。柔らかすぎてグラグラするから特定のポーズが難しいのがいくつかあります。その時はこれと変えてやる内容によって裏返したりして両方使ってます。お家で使ってるのまだまだあるので、次回も今日紹介できなかったものの続きを紹介したいと思います。せっかくお家にあるんだったら使わないともったいない。もちろん道具とか使わなくても全然自重で自分でできるのもあるんですけど、体がそれに慣れてきたらあんまり効果が薄れてくるので、道具を使って負荷をどんどんかけていって自分のもっと理想の体に近づけるように工夫していけると思います。7週目のまとめの動画です。先週が私のストレスのピークだったので、あの後からはだいぶ楽になりました。もしパートナーとか家族とか一緒に住んでる人がいて、自分だけが何かに向かって頑張っている時、自分のことだから自分のビジネス、自分の問題なんですけど、やっぱりサポートしてくれる人がいるいないでとっても変わってくると思うので、そのストレスだったりとか我慢してることとか全部自分で背負い込む、背負い込まないで、大切な人、一緒に時間を過ごす人だったらやっぱり自分の胸の内を打ち明けて、こういうところもっと気遣ってくれたら自分ももっと頑張れるな、嬉しいなっていうのをやっぱ遠慮せず我慢せず、自分の中だけに溜め込まず話し合いするっていうのはとても大切だなっていうのを今週学びました。あとは動画の中でも話してるんですけど、自分が自信がある時とか自分がとっても気分がいい時、機嫌がいい時っていうのが、自分の生活を振り返ってこの時っていうピンポイントがあるんであれば、やっぱり自分が気持ちよくなってる方が過ごしやすいし、自分のメンタルにもとってもいいと思うので、感情的、体感覚、物理的、どんな面からでもいいので、それをいかに他の日、他の場所にも持ってこれるかっていうのを試してみる価値はあると思います。今週は家でもきっちりしっかりハードに筋トレをするっていうことで、私も体はもう毎日痛いんですけど、筋トレはハードにする、ジムと同じペースでやる、ちゃんと着替えて気持ちを切り替えてやるっていうことで、そのジムの日以外にも気持ちよくなれる方法っていうのは、今週はそれに成功したと思うので、メンタルは結構元気です。で、あと先週から体脂肪の数字が良くないっていうのもあったので、食事にもっと気をつけたり、お家でやるエクササイズにも気をつけたりとか、ダンベルの動画も撮ったりしたので、今週はもっとマインドがエクササイズ中心だったかなと思います。この3ヶ月ジムプランもあと1ヶ月ぐらいで終わるので、あと4週間でもっと結果が出せるように、自分をいい状態に持っていけるように頑張りたいと思います。食事だったりエクササイズだったりメンタルの面だったり、いろいろな視点から話してるんですけど、ちょっとでもこの動画が皆さんのインスピレーションだったりモチベーションになってたら嬉しいです。無理のない範囲で体の声を聞きながら一緒に頑張りましょう。では今週も見ていただきありがとうございました。バイバイ。